Welcome, everyone, to our final panel of AX 2018. First of all, I'd like to start out with an applause for our two esteemed guests. With his first AX and North American Anime Convention attendance, Mr. Esuke Ogura. And for his first time returning in several years, Mr. Takehito Harada. Thank you. Thank you. I am, of course, Travis Schrodes of NIS America, moderating the panel, joined today by Adam Latz of SNK, Ai Umeno, and Toshi Beppu of NIS America. First, we have Mr. Esuke Ogura, who started with Real Bout Fatal Fury Special and has worked on numerous KOF entries, including the most recent KOF 14 and the upcoming SNK Heroines Tag Team Frenzy. For Mr. Takehito Harada, we've got the Disgaea series, Preni series, Phantom Bray, Maikai Kingdom, Witch of the Hunter Knight, the first one, and the upcoming Labyrinth of Refrain, Coven of Dusk. 私がこのゲーム業界に関わったのは、高校生の時に初めて、格闘ゲームストリートファイター 2ダッシュを見て、それでこのゲームに憧れて、でいつかこういうファイティングゲームを作りたいなって思って、それで SNK に入社することになりました。それで、この真ん中のパネルのゲームが私が一番初めて関わったゲームなんですけれども、これ見て何のゲームのどういうシーンか分かりますかっていう。イエイ。フェイタルフューリーのリアルバウトスペシャルですね。で、このゲームで、勝利デモ、バトルが終わった後のバストアップデモを書いてくれって言われたんですけど、それが最初全然うまくいかなくて、で、最初に書いた初めて画面に出たやつがこのテリーの後ろの方に乗ってるこの岩の部分ですね。これが SNK での僕の第一歩です。これ、リアルバウトスペシャルのドミネーテッドマインドっていうタイトルで、プレイステーションで日本でだけかな発売されたタイトルです。でそれの主人公のアルフレッドっていうキャラクター、これの、勝利演出とかダメージの絵とか、それが初めて私がゲームキャラクターを描いた体験です。で、その後リアルバウト2で、リー・シャンフェイの、アクションパターンを何点か作って、それからこの一番右下にある、ガロー、マーク・オブ・ザ・ウルブスの、ガトーの方を一人で担当させてもらいました。でこの技なんですけど、今首をひねってるんですけどね、それ最初は企画の段階では相手の耳の穴に指を突っ込むっていう技だったんですけど、まあこのティゾックとかが、どこが耳の穴かわからないんで、それはボツになりました。僕も大学行ってた頃とかゲームいろいろ作りたいなって思ったんで、まだ卒業していないのに日本一ソフトウェアに入社しました。で最初にやったのがこの左下の2つのマール王国の人形姫というゲームの続編なんですけど、ドットの手伝いとかイラストの色塗りとかしてました。でこれのさらに続編があるんですけど、それはではエフェクトやってました。それが終わった後僕ちょっといろいろ仕事がやりたいのでフリーになりました。それでもう日本一ソフトウェアとは付き合いがあって、もう次のゲームのラプセルあるじゃないですか、あれのモンスターのデザインとまたエフェクトの手伝いをしました。そしてその次の年が、ディスガイアのあれ新作のメインやらないかということでディスガイアを担当しました。ディスガイアではほぼ人間キャラ、悪魔ですけどね、ほぼ登場キャラの
デザインとイラストと諸々担当しました。で、まずゲームデザイナーによって、その企画の草案が作られます。それで、そこでゲームの大まかな流れとかコンセプトとかあと規模感とかそういうのを決められます。で、その雰囲気を、我々アーティストが伝えられて、でこういった世界観を表すような、背景デザインに近いものをまずは作ります。それでそれが会社に承認をいただいたらいよいよ本格的にスタートするわけですけれども、そこでまず、キャラクターの、新しいキャラクターはこういうキャラクターで、こういう容姿で、こういう性格 でこういう技を使うやつを作りたいですっていうのが、ゲームプランナーの方からゲームデザイナーの方から、アーティストの方に発注が来ます、それが、この右上の写真ですね。これが、ゲームデザイナーから来たものですね。でそれを具体的に絵の方にしていくんですけれども、まあ割とここが一番それぞれの、アーティストの個性が出るところで、それを無視したりなんかもう大きく膨らませたりでいろんなデザインが来るんですけれども、例えば片腕が機械のボクサーのキャラクターを考えてって言われたらこういう太ったおっちゃんのキャラクターを作ってくる人とかもいますし、このフェーズでは、キャラクターデザインだけやってる人じゃなくて、モーションデザイナーもモデルデザイナーも UI デザイナーもで、エフェクトデザイナーも全員が参加して、コンペのようにしてキャラクターのデザインを進めていきます。はい、では僕の場合はこれディスガイア4ですね。あのディスガイアの場合はほぼディレクターのスタッフかシナリオの新川さん今の社長ですねから発注が来て、もうこういうゲームが作りたいとだいたいぼんやりした状態があるぐらいで欲しいキャラを注文されます。それで僕がそれに対してこういうキャラはどうだどうだって出していくと、向こうがそれに合わせて話を変えたりとかしながら整合性を合わせていきます。で大体のビジュアルイメージができたらそこでまあ僕が納得いくまで調整します。でシミュレーション RPG の場合は基本的にフィールドの上にキャラクターがマス目に並ぶので見分けがつきやすいデザイン、それを心がけています。そこでやっぱあんまり人のフォーマットから外れたキャラとか出すとモンスターにされたりするんで武器を持てなかったりするんですみませんって感じですけど、毎回そういうキャラいますよね。人のフォーマット、ね、あのデスコとかラズベルとか武器も出ないのはちょっと身長が低すぎるせいです。はい、このキャラ KOF14 の新キャラで謎の恐竜マスク、うん、プロレスラーなんですけどね。まあこのキャラクターも最初にゲームデザイナーの方からプロレスラーの大きいキャラクターを出したいっていうそういうオーダーだけが来たんです。それで私の先輩にモーションデザイナーのソエソエっていう人がいるんですけれども、この人がものすごいプロレスファン で今プロレス界でこういう着ぐるみっぽいドラゴンとかの、衣装が流行ってるっていうんで、この一番左側のキャラクターをデザインしてきたんですね。でその時に同時に私が提出したのがその隣のこのワニとタッグを組んで戦うっていうキャラクターを出したんです。で、たまたまそういう爬虫類的なプロレスラーのアイデアが一緒に出たこともあって、まあ、それを見たプロデューサーの小田が、
じゃあこんなんどうって言ってパッと書いてきたのがこの恐竜レスラーですね、一番上の、はい、でそれを見て僕ら開発はおおめっちゃかっこええってなってでみんなでこれでやろうぜってなって、で私がそこから引き取って、ブラッシュアップっていう工程に入りました。で、下の段の真ん中の絵、これが一番最初に描いたやつなんですけれども、これはちょっとドラゴンに近すぎてダイナソーっぽくないっていうんで、でもうちょっと頭大きくしてくれとか、頭の羽の飾りを取ってくれとか、なんかそういうオーダーが入って、で最終的に今の形になります。まずこの左下のデスコ、デスガイア4のキャラですね。これもさっき言ったように小さいキャラじゃないですか。それだけじゃボリュームが取れないので、後ろにこう変な生き物ついてるじゃないですか、はい、こいつが多分本体より苦労しました。あのボスキャラということで、ボスキャラという職業ですけどね、あの生っぽい装備が欲しいなということで形を考えたんですけど、あのエイリアンのフェイスハガーいるじゃないですか、ってあれがモデルですそれをちょっとウサギっぽくタコっぽくしたのがこれですあとこちらのゾンビのメイドさんは新ユニットが欲しいということでメイドを出してくれという注文が来たんですよ。普通のメイドだとどうしてもメイドにしかならないので、ディスガイアらしくモンスターを混ぜようかなと思ったらゾンビになりましたまあ、あとは上の主人公のバルバトーゼですね。これは普通にかっこいいキャラを用意しようと思ってデザインしましたね。吸血鬼ですから吸血鬼っぽさは出したいですね。胸にあの釘みたいなのが刺さってるんですけど、これは日本の漫画家の手塚治虫のドンドラキラ、ドンドラキラ、はい、あれの主人公が胸にいつも釘が刺さってるんですよ。それの影響です。このデスコなんかは最初はただのラスボスを用意してくれって話だったんですけど、僕がこう可愛らしい子にしたら、いないな、ここもう一人のヒロインの風花の妹ということになって話が深くなりましたね。はい、先ほどの 2D のデザインから、今度 3D に起こすためにまずは三面図が作られます。でこの三面図になる段階で、だいぶボリュームを変更したりすることがあって、でダイナソーの場合もかなり、パンプアップした体に変更されました。その図面をもとに今度 3D のモデルを起こしていくんですけれども、まずはその仮モデルっていうのを作ります。それがあの写真のちょっとバルーンみたいな造形のモデルですね。でこれで、ボリュームの調整をしたり関節の位置を見たりっていうことをするんですけれども、ダイナソーの場合かなり特殊なんで、その顎の動きであったり尻尾の動きであったりが他のキャラにはないものなんで、結構早めに出さなきゃいけないっていうことになってまして、で、まあ今日いおりダイナソーぐらいの順番でもう画面に出てましたね。で、そのドラフトのキャラクターがよしこれでいこうってなったら、今度モーションの担当のデザイナーはそれを使ってモーションを付け出します。でそれをやってる間に並行して、モデルデザイナーが表面のスカルプトとか、細かい部分の、例えばこの羽のパーツがこっちではまだついてないんですけど、それを付けたりしてあと調整するっていう作業を進めます。で、まあ、下の画面がそのポーズをつけるための、画面で、これ前アジオでやってるんですけれども、まあ、それが終わったらいよいよキャラクターの表情をつけて、でこの最終の画面になる
ダイナソーが完成します。スガイアの場合は見ての通り 2D の小さいドットキャラに落とし込むので、この3頭身ぐらいのキャラをまずこれくらいになるというデザイナーとの了解一緒に決めておいて、あとはデザイナーに投げつけます、デザインを。それを帰ってきたのを僕がチェックするんですけど、ディスガイア3までは解像度が低くて、いかにもドット絵って感じだったんですけど、4からは高解像度の絵になったんで、もう僕がここダメとかこれ OK とか細かい修正をしています。左上の会話はいつものバストアップ会話ですけど、4だけ動いてますよね。いつも動かしたいんですけど、なかなか余裕がなくてすみません。 2D の場合はその絵さえ描けば衣装が一瞬で変わるっていうことも簡単にできるんですけれども、 3D だとそれをモデルから作って起こさなければいけないんで、なかなかそういう演出が難しいっていう面があります。例えばアテナが、毎回の衣装にパッパッパッパって変身していってフィニッシュするような技とかも 2D では簡単にできたんですけれども、それを 3D でやろうと思うとものすごい膨大なその労力とかお金がかかるんで、ちょっとその技はできないなってなっちゃうことがありましたね。その反対に 3D だとそのダウンロードコンテンツのコスチュームであるとか、ああいったもののようにそのコスチュームを変えて戦うっていうのが簡単になりますね。1個コスチュームを作ってあげればその全てのモーションにそれを適用できるんで、そこは 3D の方がやりやすいですね。 2D だと全部のパターンを書き直さなければいけないん でアテナとか昔は全部のパターンを手で書き直していたんで、そこは大変でしたね。以上です。まずディスガイアはシミュレーション RPG なのでユニットがたくさんいますね。たくさんのキャラのドット絵を作るためにとにかく前後のデザインがたくさん早く欲しいということで、はい、前後だけババッと用意します。そして魔女と百鬼兵のような 3D ゲームの場合は 3D をモデルするモデラーさんにちゃんと作ってもらうために三面図や普段見えない場所、服の下とか裏側とかそういうところまで設定しないといけないので結構大変でしたね。でルフランのダンジョン RPG になると、まず自分のキャラクター操作キャラクターが出てこないので、もう時間ある限りキャラの絵を設定なしでもう描いちゃうけど、いっぱい描かないといけないのでこれも大変です。ジャンルごとにいろいろありますね。僕はちょっと格闘ゲーム以外やとちっちゃい頃から RPG が好きだったんで、それこそディスガイアみたいなRPG をぜひ作ってみたいなっていうのはありますね。はい、いや僕ももちろん小倉さんとあんまり年変わんないので、中学はダメ、高校生ぐらいの頃はゲーセンに入り浸って格闘ゲームやってたんで、一度格闘ゲーム作ってみたいんですよね。So thank you everyone so much for coming out today and visiting us at our booth or any of our panels. You are the ones we do this for. Please, another round of applause for our fantastic guests.